はい、どうも、まさかみりょうです。ということでね、今回はですね、ま、資格とか講習ということで、とやっていきましてですね、こちらの安全衛生推進の方をね、ちょっとね、変えさせていきたいと思います。労働安全衛生法で定められているものでですね、労働者の、実際雇われている方の、安全管理とか、衛生管理をしていくっていうね、それを推進していくっていう形の、担当になる人が、持つものっていうかね。経験で OK ですしですね。経験だけじゃなく、勉強ある程度、こういう講習があるんですよ。労働局で、見えないか。労働局でね、労働局に、登録している、そういう、学校っていうか、そういうところがね、やってる勉強会がありまして、そこで、取るっていう形でね、ここだと、修了書っていう形になりまして、あなたは労働安全衛生法規則第12条の3、第1項に及び安全衛生推進者の選任に関する基準、ね、昭和63年、労働省告知第80号、第4号の規定により、安全衛生推進者養成講座を使用したことを所しますっていうね。こういう、講習を受けて取るっていうパターンと、2種類あるんですけど、自分の場合は念のためね、経験だけじゃなく、講習を受けてもう一回、一から勉強。やっぱりね、現場とやっぱり法令っていうのはね、かなりね、違うもんで、ギャップがあるんですよね。ギャップをどう、クリアしていくかっていうのはやっぱりね、大事なんですけど、一冊のこの結構分厚い本を勉強したんですけど、二日間にわたり。大体ね、事業者ね、社長さんですよね、ちっちゃい事業所でもそうですけど、1名から9名はもう、の従業員というのは全然こういう感じですね。事業主さんがやるっていう感じで、大体ね、最初やっぱりね、自分がやったり、奥さんがいたり、奥さんが行ったり、子供が行ったり、3、4人、友達雇ったり、人雇ったり、3、4人でやっていくんですけども、徐々に規模が拡大されまして、10名から40名に関してはね、安全衛生推進者というのをね、業種によってですよ、衛生推進者だけっていうのもあるんですよ。でも、安全衛生推進者も業種にいろいろあるんですけども、を選任しなければいけないっていうね、法律でございます。そしてですね、わかりやすくですね、僕マニアなんで持ってるんですけども、こういうのね、こういうのを置きましてですね、安全衛生推進者の職務ということで、こういうのを書いて、名前を書けなきゃいけないってね。よく事業であるのは、ちっちゃい会社でも、ここの安全衛生じゃなくて、この衛生推進者の、ちっちゃいこれぐらいのやつね、A4 サイズないかな、B5 ぐらいのパネルを貼ってるとこあるんですよ。これを皆さんの、見えるとこに貼らなきゃいけないって、ことでございますけどもね。はい、どうなんでしょうか。安全衛生ね。これね、結構ね、事業者の方ってね、忘れがちなんですよ。現に僕も昔会社やってる時に、全然知らなかったです。っていうぐらいね、もう忘れられるっていうかね、あんまりこれね、労働基準監督署の方もね、うるさく言ってはないんですけども、なんかあった時にやっぱり突っ込まれるんでね、やっぱ声を受けてた方がいいんじゃないかってお話です。当然、まさかにも受けてはやってましたんですけども、最近はね、もうおとなしくなってます。おとなしくなってます。どうよ。こっからまだね、50名とかになったら、やっぱりね、この業種によって、第2次衛生管理者の資格を持っている人が必要だったり、第1衛生管理者が必要だ。それは、後ほどね、またお話しするという形です。50名だったら、推進者の安全衛生管理者っていうのも必要になってくる。徐々にこうランクアップしていくんですよ。人数が多ければ、やっぱりね、怪我とか事故とかありますし、現在でおいてもですね、これだけ安全って言われてますけどもね、危険な作業はどんどんね、少なくなっているのは事実なんで、それでも年間やっぱり1000人以上の人が残念ながらね、労働災害でお亡くなりになってる現状があるんで、やはりここら辺はきっちりとね、やっていくべきだとは思います。はい。なかなかね、この労働安全衛生法を持ち出すのね、会社の社長はね、専務とかも、ってかなるんですよ。なんでかって言ったら、利益生まないんでね。やっぱりね、会社の負担になることばかりです。例えば建築屋さんになると、やっぱりヘルメットがいるとかね、この間のハーネスタイプの、落下防止装置が必要だとか、ね、ここに安全図談をしなきゃいけないとか、いろいろなもうこのお金かかることばっかりなんですよね。人の命のためにお金をかけなきゃいけない。
ないですけど、実際予算がそこまで中小企業出るかって非常に難しいとは思うんですよ。でもやっぱりね、これやっとかないと万が一の時にやっぱりね、やばいんで、やっぱりね、うん、必要かと僕は思っております。うん。ただその、やっぱり担当者さんもこうやってね、自分担当になってってこうやって、ね、勉強していくのね、もうちっちゃい会社って違反だらけなんですよね。これどうすんのみたいな。でもそれをね、いち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 指摘してると、ね、会社が待っていかないのは事実なんですよね。うん。そうそう、ちっちゃい会社でこれやな、あれこながらなっていっぱいやったらね、やっぱね、やりにくい。思うんですけども、そこはまあ折り合いつけながらぼちぼち進めていくっていうのが、やっぱりね、大事じゃないかと思います。ほとんど何にもしてない会社っていうのは結構多いんですけども、なかなかね、この、まあ、ここまで、行き通るのも知らないですから、大体ね。僕も昔会社やってたんですけど、知らなかったですからね、こんなの。こんなので怒られますけど。だからもう、仕方ないとは思うんですけども、やはりね、知った以上やっぱりやらなきゃいけない。まあ、いうか、もう本当はね、もう、事業者としてやる以上はやっぱりね、これはやっぱりね、安全衛生、まあ当然、労働三法もそうなんですけども、そこから出てきたね、スピンアウトしてきた労働安全衛生法っていうのは、ね、すごくね、大事になってきます。こと細かくね、労働者の安全、ね、健康管理についていろいろな法律があって、それのマニュアルみたいなのも昨年にまああるんでね、それを勉強していくのに、まあ、必要じゃないかと思いますし、全国の安全衛生推進者の皆さんね、また、衛生推進者の皆さん大変だと思います。本当ね、あんまりね、言われると思うんですよ。事業主とか社長とかにね、取締役たちに、もう法令ちゃんと守って、ちゃんとやって、言われたら、立ち位置的に勉強するわけですよ。勉強したらね、おいおいって、おい、これもこれもこれもみたいな、めちゃくちゃね、ルールが細かくあって、それね、守ってられないっていうのは、まあ、もうリアルな話ね、こういうのちょっとまずいかもしれないけど、リアルで守れないですよ。本当に。そこまで。法令通りね。うん。ただ、法令通り守れないけど、最低限これはやりましょうって、やっぱりね、ある程度これはやっぱり、ね。うん。足場に乗るんだったらやっぱり、安全靴いるじゃん、みたいな。ね。ヘルメットいるし、でも安全タイプかね。ハーネスタイプなの、通落落防止装置いるやん、みたいな。そんな、もう、基本的な、これね。あと裸作業禁止ということで、まあね、今もうだいぶ長袖の着てる人多いですけど、やっぱね、こう腕まくって、こうやって腕まくって、こうやってね、仕事してもこれ裸作業になっちゃうんですよね。危ないんで。だからやっぱり長袖を着なきゃいけないっていうのは、夏でもね、やっぱ長袖を着なきゃいけないんですよ。でもやっぱりね、そこをやっぱりね、この長袖の、やっぱりそういう制服を揃える、作業服揃えたらお金かかりますしね。まあそこら辺でやっぱりね、そういうのを指摘すると、やっぱり大体ね、上の人から怒られます。何お前何言うとんねん、みたいな。でもやっぱり、それ法令なんで、やらなきゃいけないんですけど、この立ち位置は大変だと思うんですけど、まあ頑張っていっていただきたいなと思いますし。まあまさかにも実際ね、こうやってきて、もう今はもうね、もうフリーなんで、あれなんですけど、まあアルバイトしながら生活してるんで、気楽にやらせていただいてるんですけどね、その立ち位置とか、そういうことを知ってる以上、やっぱりね、なんとか下になっていうのはやっぱりあるんですよね。うん、で、必ずやっぱり労災になっちゃうとき結構あるんでね、やっぱりその時でもやっぱりね、もうこうやってるのとやってないと、全然その、労働基準監督署の、心証も違いますしね、やっぱりね、会社なり組織内の名前に傷がついてしまうんで、やはり必要かなと思って今回ね、安全衛生推進者の方をね、ちょっと、ね、紹介させていただきましたけども、わかりました。あんまね、詳しいことは言ってないんですよ。法令めっちゃあって、こういう場合はこうで、こうで、こうで、こうでとね、例えばその健康管理の、健康診断のこととか、まあこういう就業規則のこととか、この子言ったらきりがないんですけども、まあこういう状態になってますよということでね、本当の日本はね、法治国家なんで、すごくね、細かくてうるさいです。あんまりね、法令って言ったら堅苦しくなってしまうんですけども、何よりもこのね、労働安全衛生法っていうのはね、もう、たくさんの事故のもとに立ってる、地で作られた法律って言われてるんですね。だからね、やっぱりこの事業者の方ね、これから会社を立ち上げようと思ってる方、組織を作ろうと思ってる方、やはりここら辺をね、きっちりと、やっていっていただきたいなっていう思いで、ちょっとね、今回やらせて、毎回そうなんですけど、今回やらせていただいて、いやいやいや、ほんとね、もう社長にやれっていうのは酷なんですけど、僕やらないからね、やっぱりね、もうやっぱり、従業員の健康とかね、守れないんでね、ぜひともね、社長とか、まあ、あとね、次回、今からやっていこうと思う人はね、
中小企業の方はちょっとね、ご検討いただければいいかと思います。本当ね、もう一からコツコツやっていかなきゃいけないんでね、それはもう利益ね、優先なんで、今、5、6、7の季節とか大変やと思うんですけども、なんとか乗り切って頑張っていっていただけたらいいかと思います。ということで、松上隆法でした。